最後の最後まで諦めなかった、チームメイト、そしてサポートの方々が最後の最後まで自分たちのことを知ってくれた結果で僕は決めれたと思いますし、そして、ここからもです、なかなか勝てなかったんですけど今日の勝利非常に大事だと思いますし、そしてこのゴールを自分のそしてサポートのために、そしてチームメイトのために決めたと思います。今日は3年間一丸となって戦うというゲームだったと思います。どんな思いを持ってゲームに挑んだんでしょうか。E hoje vai jogar inicialmente todos os atletas.